Suzuki。はい、前回までは203コーチを攻略しまして、旅順要塞、うん、旅順要塞が、陥落したというところまでですね。はい、はい、で一方でこれまあその南方戦線なんだよね。はい、で一方で北方にも戦線がありますよね、うん、日本も本軍がいるところですね。1軍と2軍がいるところですよね。はい、まあ、旅順でちょうど激戦が続いていた第2回総攻撃の直前あたりに戻ります、うん、一旦、はいはい、10月ぐらいですね、うん、北方の方では釈迦海戦というのが行われていました。お、釈迦。はい、日本軍が両洋から敗走するロシア軍を追撃できなかったって言って、うん、両洋海戦があって追撃できませんでしたって話ありましたよね。はいはいはい、しかも戦闘後戦力の補充に手間取っていることをロシア軍に知られてしまいます、うん、ロシア軍は戦闘意欲を取り戻しつつあったと、うん、でそしてクロパトキンはですね、うん、ロシアの将校だよね、うん、クロパトキンは10月2日今やロシア軍は攻勢に出る時が来たと告げると、うん、この時ロシア軍の戦力は19万5000、日本軍が13万1000と明らかにロシア軍が優勢であった、うん、ロシア軍は両洋の雪辱を果たすべくですね、うん、両洋の北方に展開する日本軍を釈迦の左岸に押し返そう。この小さい川があるんですけど釈迦っていう、うん、左岸左側の岸の方に押し返そうと攻撃を仕掛けてくるということが起こります、うん、日本軍はロシア軍が南下しているという知らせを受けます、うん、まあ、とか迫ってきてるってことだよね、はいはい、で両洋海戦で消費した弾薬がまだ十分に補充されておらず、うん、方針はまだ定まっていませんでした、うん、しかしこれまでのロシア軍の弱さを考えると、うん、戦った方がいいだろうっていうふうに思われます、うんうん、でも装備の不安からこれはちょっと守りに徹した方がいいのかなという考え方も出てきますね、うん、まあ、結局は戦力を結集してロシア軍の動きに備えるっていう対応となりました。なるほど、戦うってことなんでしょうねこれね、はいはいはい、うん、でロシア軍の方はといえば偵察をしつつ慎重に前進してきます。お、まあ、これがなんていうかな、結構ゆっくり前進してきたせいで、うん、まあ、結局日本軍が結構準備できたらしいんだけどねこの間にね、うん、うん、っていうのもありますね、うんうんうん、で日本軍はまあその戦力結集した後結局10日からですね攻勢に転じて本格的な戦いに発展していきます、はいはい、まあ、数にねロシア軍が勝っているんで激しい戦闘になるんだけれども、うん、各方面でね一進一退を繰り返していくっていうような状態がまあ繰り広げられて、全体として日本軍の方が優勢となっていくんですね。結構差があるのに、うん、これね、まあ、結構日本軍って強いんだよね、あとロシア軍がやっぱり弱いんだよね。ロシア軍全体がまず連携が欠如してた、うん、クロパトキンは全軍を統一して動かそうとしてたんだけど、うん、実際には彼にはそのようなスキルはなかったらしい、うん、これに対して日本軍は動きが鈍かったね、うん、師団を交代させるとか指揮系統にあんまり乱れがなかったんだって、うん、これはほらあの通信持ってるからさ日本軍。なるほど、そうか、うん、それいうのもそれを使って無駄のない動きを日本軍はしてたんだが、うん、クロパトキンは全軍を統一して動かそうとして失敗してるわけですね、うん、ロシアの兵士たちは各地から送られてくるとすぐに戦闘に投入され、歩兵と歩兵の連携作戦を行うだけの訓練も受けられず経験も積めないっていうような、うん、まあ、その練度も低い兵士が投入されていたっていうことですね、うん、まあ、このような状況の中ちょっとずつ日本が攻勢で優勢になっていった結果ですね、うん、10月20日までこの戦いが続いたそうです、うん、まあ、だから10月10日ぐらいから10月20日まで10日間ぐらいこの戦いが続いたそうです、はいはい、日本軍の死傷者は24,970人、めちゃくちゃ亡くなってますよね。死んでますね、うん、はい、しかしロシア軍の死傷者っていうのは行方不明者と合計すると47,69人。あ、向こうもだいぶ、うん、だからロシア軍の方がさらにその損害が大きかったっていうことですね、はい、うん、うん、まあ、確かに日本軍の勝利ではあった、うん、けれども敗走するロシア軍を追い詰める力はまたしてもなかったそうです。なるほど、弾薬がないんです、うん、まあね、うん、この釈迦の海戦が終わった後、うん、この満州北方方面の戦況っていうのは一回硬直状態になります、はい、なのでしばらく大規模な戦闘っていうのは行われないでいるっていうのがこの時期ですね、うん、なるほど、はい、まあ、釈迦海戦の後にまあ一時期膠着状態を迎えるんですけれども、うん、ほら
前回で話した児玉源太郎がトイレにこもった話それがちょうどこのタイミングなんですよね。釈迦改正の後なんですよね。あー、はい、まあ、ルーズベルトにこう日露講和の打診がされて、うん、で現場ではその追撃命令を児玉は出さなかったけれども突き上げを食らってその言い訳をですね、はいはいはい、トイレの中で考えてた、まあ、それはこのタイミングの話です、うん、なるほどなるほど、はい、押すねこのエピソード好きなんだろうね。そうね、そうそうなんかすごい人間味が溢れる、ね、そうそうストーリー、うん、ですね、ここで一人、紹介したい人物がいます。これを秋山義振って言うんですけど、うん、秋山義振さんと秋山実幸さんっていう兄弟が、まあ、日露戦争ですごく有名な人物で2人いるんですね、うん、なぜ有名かというと司馬太郎さんの坂の上の雲に出てくるんです、主人公として、うんうんうん、この2人が、へ、うん、なんですごく有名なんですけど、はい、まあ、戦争全体を見渡すとこの2人が別にめちゃくちゃな英雄なわけでもないし、うん、この2人だけで勝ってるわけでもなくて、まあ、みんながみんな頑張ってるっていう感覚なんですけど、はい、一応そのね司馬太郎によってすごく有名だから紹介しますね、うん、なんかスルーすんのもなって感じがするんで、なるほど、紹介します、はいはい、この釈迦の海戦で日本軍の左翼にいたのが、うん、まあ、左側にいたのがこの秋山氏隊、うん、秋山義振お兄さんの方なんですけど、うんうん、舞台であったと、うん、はい、でこの秋山義振はですね騎兵隊を率いる、うん、まあ、隊長なんですね、うん、だから馬に乗ってるわけです。なるほど。で秋山はこの戦いでロシアのコサック騎兵の大集団を発見する、うん、乗馬のまま突っ込んでくるコサック騎兵を騎砲、まあ、その乗馬した状態でまあ撃つやつですよね、うんうんうん、あと機関銃小銃で迎え撃ち退却させることに成功したと。でコサック騎兵ってめっちゃ強いって言われてるんですよ。へー、ちょうど今のウクライナあたりの兵隊なんですけど、はいはいはい、コサックね、うん、まあ、そこに勝つっていうことで、まあ、一つ有名になったということですね。はい、うん、で、まあ、騎兵隊なんで主力戦力というよりはこの戦争全体を通じてですね、まあ、偵察接攻後方撹乱などですね、うん、まあ、そういう任務を帯びているんですね、うんうん、で実際に部隊を率いて1600キロ以上を移動したそうです。へー、すごい。破壊撹乱活動に従事したっていう風に言ってますね、はいはい、うん、この人もねなんかすごい豪傑みたいなまた分かりやすいキャラで、うんうん、その釈迦海戦の後に日本軍が防戦陣地っていうのを構築するんですね、うん、でそこに秋山氏隊の司令部っていうのもあるんだけど、あのそれはね薄汚れた民家だったんだって、うん、そこに秋山義振が、まあ、陣取ってるわけだよね、はいはい、自分の死体を持って、うん、携帯をね、うん、でこの時は秋山義振は常に作戦のことで頭がいっぱいであった。お、司令部にいても目の前に地図を広げ、うん、あとは酒とつまみの漬物があれば何もいらなかった。お、うん、灯火がなかろうが、これ明かりがですね、明かりがなかろうが、うん、まあ、あの寒風が入ってこようが、寒い風が、寒いですからね、うんうん、ここら辺、まあ、そうか、はい、めちゃくちゃ寒いところなんで、うん、満州あたり、うん、寒い風が入ってこようが、南京虫に刺されようが、風呂に入らないため白身が湧こうがお構いなしだった、うん、どうでもよかったと、うん、副官の人がいくら風呂に入ってくれと勧めても入ろうとしなかった、うんうん、戦地に湯に入りに来たのじゃないって言ってたそうです。すげえな、もう戦うために生まれたみたいな、うんうん、まあ、でもあの入ったらいいと思う、あそういう意味で部下は多分言ってたわけじゃなくて、臭いとかで多分入ってほしいって言ってたんだと思うんですけどね。いやでもこれはすごいですよ、うん、僕あの、うん、南京虫に刺されたことありますけど気が狂うほど痒いですよあれ、そう、うん、南京虫って何？南京虫ってなんかダニのでっかいみたいなやつで、あの目に見えるんですけど、あのゴキブリの子供みたいな大きさのやつがいて、それがベッドの隙間とかにいて、夜になると出てきて噛むんですよね。かゆいんだな。かゆい。だからすごいですよね。だから集中したことにしか集中しないっていう豪傑なんですよ、うん。なるほどね。で彼にとって酒が燃料だったと。砲撃の音を聞くと飲まずにいられないところがあったこれ焼け酒じゃないそうだね、酒を切らさないようにするにはのは傍らに使える、うん、まあ、その側近みたいな人の重要な役目であった、うん、戦の時馬上で酒がなくなると、まあ、その側近が綿貫さんっていうんですけど、うん、綿貫と叫び、うん、綿貫の後ろに馬を回して綿貫の水筒に口をつけて酒を飲んだ。ずっと酒飲んどる戦争中も酒飲んでますね。
酒の担当が綿貫であればタバコの担当は山内であったって書いてあります。うん、秋山義晴さん、自分でマッチを持たずタバコを吸うときには山内というのが常であったっていう。そして吸い殻を火鉢の周囲に規則正しく並べた。夜は寝台の周りに無造作に捨てるので毎朝重卒が、まあ、そのお月が吸い殻掃除をしていたからね。はい、なんかまあ、 あの全然批判的じゃないんですけど、すごい面白い分かりやすいキャラ、うん、ですよね。うん、豪傑です。豪傑ですね。まあ、こういう秋山義晴さんがね、まあ、活躍した戦いでもあったんですね。釈迦回戦っていうのはね。なるほど、はい、っていう人も紹介しておきます。はい、で釈迦回戦がですね1904年10月に終わったんですけど、うん、まあ、その後日露双方が戦力の回復に努めて、まあ、しばらくそのさっきも言ったけど、うん、あの休息期間みたいなのがあります。うんうんうん、で満州の荒野でこのまま冬を迎えますよね。うん、10月なんでね。うん、で時に零下15度まで下がる月寒の中、塹壕を掘り防備を固めて退治していた。で人口もあんまりないから適当な住居がなく、両軍兵士は穴を掘って薪を燃やし炭火を焚いて暖を取りながら生活した。うん、ヤバヤバのヤバですね。ヤバいですね。そっか、だから今まで聞いた戦い全部寒いとこでやってるんですね。寒いとこでやってます。でほら 5月2月から始めて、あ、まあ、5月ぐらいからなんかこう本格的に戦い始めてるから、ここで初めて本格的冬を迎えてるっていう状態になるわけですよね。はい、しかし忘れてはならないが、この時日本人が戦ってるのはロシア人ですから。あ、ロシア人って寒さにめちゃくちゃ強いんですよ、マジで。そうですよね。はい、ここがちょっとね読みが甘かったとこなんですよね。そんな寒さに強い人間おらんやろって日本人思ってたんだよね。そしたらその想像上にの上を行く強さをロシア人が持ってたりするみたいなことがこの後起こるんですけどね。そうそう、はい、まあ、この時にまあ日本軍もちょっと気を緩めてたんですよね。まあ、どうもそのロシア人、ロシア側もちょっと気を緩めてたらしくて、まあ、これはちょっと余談のエピソードなんですけども、現場の日本軍兵士とロシア軍兵士でちょっとささやかな交流があったのみたいなんですよね。うんうん、で慣れ合いが生まれていくんですよ。うん、例えばその物を交換するようになるんですよね、うん、現場で、うん、最初はタバコ程度だったんだけれども、うん、次第にエスカレートしてなんかいたずら書きまでそういう風になんか交換するようになったんですよね。ちょどんな感覚なん？ねえ、なんかちょっと暇だったからじゃない？そのちょっと待ってください。だって打ち合ってるわけでしょ。でめちゃくちゃ人死んでんだけど、うん、お互い、うんうん、どんな感覚なんでしょうね。まあ、ここは今は戦わないよねみたいな時ではあるんですよ、この時って。そう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 、冬で、うん、今だほらどっちか攻撃してさ、海戦になっちゃってもさ、寒いしさ、まともに戦えないからさ、まあ冬はさ戦わないよねみたいな感覚はもちろんあるんです。その感覚の中で戦ってないし、なんかちょっといたずら書き交換しようかみたいな感じで。でほら日本軍も保証でこう見回りをするじゃないですか。で立つ位置が決まってるんですよね。でその日本軍の兵士がそのまあ時間になってこう帰っていくと、その入れ替わりに同じ場所にロシア軍兵士がまたそこに立つみたいな。あ、次お前ねみたいな、うん、なんか分からんその感覚、ね、この子にいないと分かんないでしょうね。仲間とかバンバン殺された相手の兵士とやってるんですよね、うん、それ、うんうんうん、なるほど。まあ、この時日本軍 その満州軍司令本部ですよね、うん、まあ、司令部はですね、その翌年氷が溶けてきたら、雪が溶けてきたら決戦しようと、うん、それで全てが決まるだろうと、まあ、それまではそのなんていうかな、弾薬集めるとかにもう専念しようと、うん、であとは旅順で戦いを終えたその第三軍が来るのを待とうと、うん、まあ、そういう風に思ってたわけですね、うんうんうん、こんな寒い時にロシア軍動かんやろと、うん、しかしですね、ロシア軍は実はその雪辱を期してですね、うん、準備を進めていました。うん、うん、まあ、西方からですね、まあ、その西のモスクワの方からかな、うん、シベリア鉄道を経て軍と物資が奉天に集中して集まるっていうことが今起こっていて、うん、兵力が25万人を超える規模にまで達していた。おお、どん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 集まってきてた。おお、っていう状態が起こってましたね。うん、そして不意打ちを打たれます。広大の海戦っていうんですけど、うん、黒い溝に台と書いて、まあ、地名ですよね、国交台の海戦、うん、はい、でこの後に宝天海戦っていうもう大海戦があるんですけど、うん、これの前哨戦として捉えられるような海戦です。うん、これが起こったのが1905年の1月24日からまあ4日間、うん、
ですね。だからど冬ですね。一番寒い時はめちゃくちゃ寒い時に、はい、これが実際起こると、はい、うん、奉天に新たな軍隊が次々と到着していった、うん、ロシア軍司令部は攻撃の意思を固め作戦計画を立て始めた、うん、クロパトキンは増強された軍を左翼に第1軍、右翼に第2軍、中央に第3軍といって、まあ、第3軍に編成をしたと、うんうん、一方で日本の大山巌ですね、うんうんうん、大本営の参謀司令部のトップの人ですよね。あと児玉源太郎ね、うん、旅順に来た人だよね、うん、本部からね、うんうん、の総司令部はですね、ロシアの動きを完全に見誤っていた、うん、まあ、さっきも言ったようにその厳冬期にですね、厳しい冬には大規模作戦はないであろうというふうに思っていた、うん、1月24日ロシア軍が川を越えて攻勢に出てきたんだと、うん、でこのロシア軍の兵力っていうのをまあそんな今やろと、うん、2個師団程度かなっていうふうに思っていて、はいはい、まあ、日本軍も少量のね、うん、軍隊を派遣したら、はい、ロシア軍は歩兵だけでも9万っていう大軍で、あの全然太刀打ちができなかった。なのでこれでロシア軍がね不意をついて日本軍は大苦戦することになります。お、はい、ここを勝機とみなしたグリッペンベルク将軍という人が率いる、うん、まあ、第2軍、ロシアの第2軍がさらに攻勢をかけてきます。お、グリッペンベルクっていうのはドイツ系ロシア人、うん、でこの人がさらに攻勢をかけてくる、うん、で25日の夜には国交大がロシア軍によって地名ですね占領されてしまいます、うんうんうん、はい、しかしこの時ロシア軍は東方に配置されていた先ほど紹介した秋山義古少将の部隊を過大に評価し、うん、その後のチンタンホっていうとこがあるんですけど、うん、チンタンホのなんで笑ったんですか。いやいや、なんで笑ったんですか。思い出しろ、思い出しろ、このタイミングで、うん、チンチンタンホ、はい、すいません、うん、その後のチンタンホへの進行は慎重に進めていった。慎重に、いや慎重に慎重にしょうもないわ。すいません、もうこういうのついつい出てくるんだね。すいません、はいはい、そうですね、うん、ロシア軍の作戦計画はですね、はい、この第2軍のチンタンホ占領を持って、はい、第1軍第3軍との連携をして、うん、次の作戦に入る予定で秋山義古さんを恐れて、うん、慎重に進行していくことになっていったんですけども、はい、まあ、この進行しながらですね、やっぱりそのロシア軍が連携が悪いんですよね、うん、この連携が悪い間に日本軍が準備を整えて攻撃されていたところに戦力を集中するっていうことができるようになっていきます、うん、はい、しかし氷点下20度近い極寒と風雪が襲う状況下であったと、うん、で3日間両軍の間で激しい戦闘がここで続いていった、うん、まあ、ここはね、あの今までとは違って日本軍は簡単には勝てなかったそうです。うーん、寒いからだと思うんだけどな、。この時ね、秋山支隊の戦いでね、部下の豊部がね、チンタンホを守ってるんですよ、うん、ロシア軍が攻撃を始めた時に豊部が、うん、馬の師匠が多いので、うん、馬を後方集落に移したいっていう風に、うん、まあ、秋山義古に願い出てきます、はいはい、これを義古は許さずですね、うん、騎兵は馬と一緒に死ぬるのじゃ、下げてはいかんと言えって言ったらそうです。うん、はい、まあ、結果ですね、その豊部死体だけでも馬の師匠っていうのが150頭に及んでしまった。うん、うん、まあ、しかしその馬をね後ろに移させると死守の覚悟が鈍るというふうに判断したそうですね。なるほど、うん、うん、なんともすね、まあ、絶対に守れって言ってるってことですね。うん、はい、さらに義古は宣教視察のためにですね、騎砲兵陣地に出て行った、うん、そうです。まあ、なんか危ねえとこに行こうとした、はい、したら副官に止められた。閣下、今は危なくありますからどうぞお出にならぬようにって言ったら、うん、秋山義古さんは、うんうん、まあええよって言って言ったらしいです。カリカリカリ、まあええよって言ったら言ってらしいですね、うん、どのトーンかは知らんけど、うん、まあ、まあええよって言って言ったらしいです。まあええよ、めちゃくちゃカリじゃん。いいよいいよ、絶対違うだろ、うん、まあ、止める手を押しのけて大然と、まあ、敵情視察に行ったと、うん、はい、まあ、これ部下としてはね、なんかすごい軍心が立ってるように見えたそうですよ。うーん、頼もしいわね。なるほど、うん、あとは、まあ、そうですね、ロシア人のその死骸とかを見てですね、うん、いろんなことしてるね、うん、うん、なるほど。けどなんかその地面が凍ってんだって、うん、掘れないんだって、うん、だからその雪で埋めるんですって、うん、雪でまず、うん、したらその雪がほら風でさ飛んじゃってさ、うん、その死体がまたこう露呈するんだって、うんうん、したら秋山義古がその小卒に、おいあれを見、敵のやついつの間にか知らぬ間に来て自分で勝手に死んでいるぞって言って大笑いしてたそうです。なんか
なんか紹介しなくていいんだけど別に。いやこれも、まあなんかどんな人かが分かりやすい、そういう人なんですね。ブラックジョークだよね、うん、はい、だけどこのあとすごいなんかね窮地に立たされたそうで、うん、敵に囲まれたそうです、うん、秋山義古さん、うん、でその満州の軍司令本部からですね、軍総司令部から田村守衛さんっていう人が来たと、どういう状況なのかっていうのを見に来た、うん、したらものすげえ猛攻を受けてたんですって、うん、で司令部の部屋でその秋山義古があぐらかいて座ってんだって、うん、で水筒にブランデー入れてこう飲みながらね、うん、その地図の前でなんか考えてるらしいです、うん、でその人にねこの田村守衛さんがね、うん、まあ、あの秋山義古に、うん、陛下いかがでございますか、うん、言ったら、うん、まあ見た通り無事だ、これからどうなされますか、うん、言ったらどうしようもないよって言ったらしいです。やばいやばいやばい、酔っ払いやもん。アルチューやん。いやまあアルチューってなんかね、もうだから腹が座ってるってことだと思うんですよ。うんうん、めちゃくちゃやばいけど平常なんでしょうね。で後に秋山義弘は言ってたそうです。あの田村が来た時っていうのは本当にどうしようもなかった。うん、敵は迫っているし、うん、いつ敵に突入するかされるかも、うん、まあ分からない時で。うん、それで俺あとピストルに弾丸を込めておいて、うん、もしそうなった時に自分でポンとやるつもりじゃったよって言ってたね、後にね、なんかもう腹座ってんすね、肝が、すっげえ腹が座ってんでしょうねこの人ね、強胆なんだよね、それで多分有名なんでしょうね一つはね。でこのもう弾丸も打ち尽くしたんだって、うん、まあ普段ならねその遠兵が欲しい時もね絶対言わなかったんでそうですよ、うんうん、いや他の場所に兵を回してくれという態度を取ってたそうですけど、でこうやってめちゃくちゃ攻められてる時にさすがに助けを求めたそうです。うん、うん、そうですね、まあ、なんで、まあ、この豪傑をですね、うん、ロシア軍としてはめちゃくちゃ過大評価して、うん、なんかこれどういうことなのかは詳細はちょっと僕も分かってないんですけど、はいはい、普通だったら逃げるみたいな話なんだと思うんだよね多分、あのなんでまだいるんだろうみたいになって、なるほど、思ったより兵力あるんだじゃないかみたいに思ったんでしょうね、うん、過大評価をしちゃって、うん、退却命令を出すんですよねクロパトキン勝ってんのに、うん、でめちゃくちゃ攻めて、うん、で義古としてはもうどうしようもないよって言ってんのに、うん、めちゃくちゃ勝ってるロシア軍の方がビビって退却しちゃうんですよ、こんなこと起こるんだって感じですよね、へ、うん、でグリッペンベルクはねロシア軍の中で珍しくやる気がある人なんですこの人。おうおうおう、でこのグリッピンベルクさんがもうめちゃくちゃ切れるんですよ、勝ってるじゃんみたいな、おうおうおう、ふざけんなよ、なんで退却させられないといけねえんだよっつって、おうおう、切れて、うん、あのサンクトペテルブルクに勝手に帰るんですよ。へえ、それぐらいやばい判断をこの時クロパトキンさんがしてるんですよね。でも日本軍はこの連携の悪さに助けられるんですよね。そう、連携の悪さとかこのクロパトキンの退却戦略だよね、もともとほら軍が集まるまで退却しようって言ってたじゃん、まあでも軍集まってんだけどねもう、うん、で奇襲してるから攻めりゃいいのに、うん、なんか逃げるんだよね、うん、みたいな感じですごい消極的なんです。でもなんかもう明らかに負けると分かってるのになんかいるやつめちゃくちゃ怖いですね。確かにね。怖くないですか、なんかもう怖いですよね、うん、もう無敵の人みたいになってるわけですよね、はい、うん、蹴落されたっていうのはあるんでしょうね。だって弾もないですから、うん、こっちとら、そうっすよ、弾もなくてどうにもなんないのに向こうの方が退却するっていう。いやでも俺想像したら不気味でたまんないですよそんなやつ持ったら、うん、怖え、まあ、だからもう少し軍がいるって思ったみたいです、うん、ねえ、いなかったのに。あ、なるほど、はい。でこの国交大の戦いに参加した日本の戦闘要員は54,000、うん、ロシア側はまあ105,000だったそうです結果的にね、うんうん、だからまあ90,000ぐらいできてさらにちょっと増えて100,000ぐらいになってたってことだよね、うん、死傷者は日本側が9,300人、ロシア側が12,000人であったと、うん、まあね、ほんとここ口で簡単に9,300人とか言ってるけどさ、うん、何万人とか、そうだね、とんでもないことだよね毎回毎回、この毎回こんなすごい人数が死傷者としてカウントされてると、うんうん、結構凄惨な光景がやっぱりあの戦った後にやっぱ広がってて、その日本軍の兵士たちって攻撃を遮るための堀とか穴を手で掘ろうとしたんですよね、うん、でもね土が凍っているからなかなか掘れないんですよ。でやっと掘ってこの饅頭ぐらいのなけなしの土を集めて、それでこう遮ったつもりでこう敵弾に撃たれてこう戦死していったっていう。でその死体は寒さでみんな硬直して直視できない悲惨さだったそうです。
これはきついね。まあこの国交大の戦いにも勝つんだよね日本が。あ、これもまあ逃げたからね向こうが、ね、はい、まあその防御戦闘みたいなのも徐々にね日本軍ができるようになっていったらしいんですね、この戦闘中にね、うんうん、あとはそのロシア軍の攻撃っていうのが砲撃のみで積極的な攻撃をかけてこなかったんで、うん、まあ、なんとかなったっていうふうに言われているそうです。しかしですね、まあ、これは本当にやばいって思ったみたいで、この時後に大山岩尾さんですね、あの殲滅されるものと覚悟したと言ってました。うん、ここが実はね日露戦争最大の危機だったんだよね。なるほど。なんかこういう勝ち方あるんだなって感じですよね。で、まあ、ここで砲弾がまたなくなるわけですよ、はい、で砲弾がなくなって、まあ、こう不安材料を残すことになるんだけれども、はい、まあ、またこのね1ヶ月後ぐらいにね、はい、あの奉天大海戦っていう最大の戦闘が起こります。これなぜ起こったかっていうと、はい、日本の方が望んだんですね実は。まあ、砲弾ないんだけど、はい、これ以上待てばロシア軍がどんどん増強してるってことですよね。奉天に25万集まってたって言ってて、うんうん、でこれ以上集まったらもう勝てないじゃないですか、うん、集まったら、うん、なんで早く倒さないといけない。そうね、うん、なのでその先制攻撃を仕掛けるということでですね、砲点に向けて総攻撃を開始します。要は敵主力に援軍がどんどん届いているから、それがなるべく増えないうちに速攻で叩くっていうのをこちらも準備不足なんだがなんとかやるということをここで決断するわけですね。はい、で大山岩尾さんが来るべき海戦、まあ、砲点海戦のことですね、日露戦争の関ヶ原なり、ここに全戦役の決戦を期すって言ってね、全軍に檄を飛ばします。はい、なるほど。これねすごい広い範囲で戦ってんだけど、うん、左右 150km、うん、前後 80km の広域にわたって両軍が展開して戦った。これね左右が 150km っていうのは東京静岡間ぐらい、うわ前後、まあ、80km っていうのは、うん、東京小田原間ぐらい、うわ、これぐらいのエリアにわたって軍隊が展開していきます、うん、なるほど。ロシア軍32万増えたね。きー、砲1219門、うわ、日本軍も25万かき集めましたね。お、砲992門、うわ、人類が経験したことのない大海戦です。これうわ、人類史上最大の海戦です、この砲点海戦が。一応中国古代の戦争になんか100万とかで戦ってるから、 あれが本当だったらそっちの方がでかいんだけど、まあ嘘だろうからこれがやっぱりその史実で残ってる本物の大海戦ってやつになります。なるほど。はい、でこの海戦にですね、まあ、結論から言うと日本はなんとか勝つことになるわけですね、はい、これ凄まじい海戦で、日本側の死傷者がびっくりしますけど7万28人。くわ。ロシア側の死傷者が9万人。うわ。両軍合わせて57万人のうちの3割が死傷した。お、だから3人に1人が、まあ、大怪我ないしは亡くなるということになってしまったってことですよね。うん、でこれがね、まあ、そのほらロシア軍の方が多いじゃん、32万、はい、日本軍25万だから、うんうん、なぜまたロシア軍がここで負けたかっていうとですね、やっぱりクロパトキンが交代決断するんですよ。へえ、これはなんていうか戦う気ないよねもう。それ何なんすかね、うん、彼の胸中は分からないですけど、まあ、戦術的にはですね、うん、日本軍がロシア軍の背後に回ろうとしたんですよ、うん、でこれ今までの戦場っていうのは全部線路の近くなんですよ、うんうん、でこの線路はずっとシベリア鉄道につながってるんですよね、うん、でこの線路と自分たちっていうのが分断されてしまうと、うん、ロシアからの援軍っていうのが到着できない、武器弾薬も到着できない、孤立してしまうんですよね満州で、はい、でだから日本軍に後ろに回られないように後退したわけなんですよ、うん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 、っていうのは、まあ、戦術としてはあるんですけ ど、 なるほど、まあ、彼がなぜそれを決断したのかっていうのはよくわかんないですよね。だって自分の方が多いから死ぬ者狂いで戦えばここで殲滅できる可能性あるので、うん、日本軍を、まあ、なんとも言えないですよね。まあ、なんとも言えないですよね、うん、まあ、一つはねやっぱりそのロシア軍の士気が日本軍ほど高くないとかいうのはあるとは思いますけど ね、 ね、勝つ自信があんまりなかったんでしょうね、はいはい、でこのクロパトキンさんはもう今まで何度も出てきてますけど、うん、
あの一応どういう人かっていうと、ロト戦争ね、だロシアとオスマントルコ帝国との戦争、まあロシアが負けるわけですけど、ここでその参謀長として指揮にあたって成功して一躍国民的ヒーローになってる人なんですね。で陸軍大臣を経て満州派遣軍の司令官になっていると、まあ、陸軍の東の総司令官になっているっていう人なわけです、うんうん、しかしねここでやっぱこの彼が退却をしていくわけじゃないですか、はい、退却したことによってものすごく汚名をかぶりまして、うん、戦いの途中で罷免されるに至ります。あら、なんでね国民の罵声を浴びてですね、うん、あのこの方一応その戦死とかはしなかったんですけど、結局戦後国民の罵声を浴びるようになって、うん、中央の部隊からも去っていって、うん、まあ、陸軍大臣までした国民の元ヒーローがですね、うん、まあ、小学校の教師になるというのが晩年だったそうですね。ああ、でもね、まあ、天寿を全うできただけでもね、そうだよね、うん、なるほど、そうですね。で、うん、なのでこのロシア軍は全戦線にわたって退却を開始してしまいます、うん、開戦してんのに、うん、クロパトキン総司令官が全部隊を北方の鉄領方面へと撤退を命じてしまうと、うんうん、なので宝典とその周辺を日本軍が完全に占領するということがまあ起こるわけですよね、はいはいはい、撤退したからですね、うん、はい。しかしまあこの撤退したロシア軍を追撃するっていうことは日本軍にはもうできない。なぜならば砲弾がないからです。うん、うん、まあ砲点回戦で全ての弾を撃ち尽くします。すげえな、ずっとギリギリやな、はい、うん、あのもともとさこの軍隊が来たらそれちょっとずつ撃滅していくんだっていう戦略だったじゃん、はいはい、基本戦略あれは失敗してんだよ、うんうん、あれが失敗するということはどういうことかというと、うん、ロシア軍がその元々200万いるわけだから、はい、その徐々に徐々に集まってきて、うん、ものすげえ数になるということを意味するわけじゃないですか。そうですね、だけどこっちはもう疲弊した上に銃弾を全て撃ち尽くし、うん、全く銃弾もなくて追撃さえできないっていう状態になってるわけですよ、うんうん、ある意味負けはしてないんだけど、うん、勝ってるわけでもないんですよね、うんうんうん、あの兵力を削っていかないといけなかったんですよ、はいはい、それができてないんですよ、うん、ここがだから日本軍のちょっと辛いとこなんですよね。そうですね、うん、あとなんかこう本によってはその撃滅に失敗した理由の一つにこう第三軍に降りているこう作戦指示がなんかあまり不明確だったっていう説もあるんですよね、うん、なんかこう満州軍総司令であるまあ大山さんがまあ乃木さんに与えた訓示とその満州総司令部が組織として第三軍司令部に与えたなんか作戦指示がなんか食い違ってたりとかまあそういうこともあったみたいなんですよね、うん、大山さんは乃木さんに対して直接まあその第三軍の行動はまあ敵の使命を制するのでもう場合によっては全滅を期してでも目的の遂行に努めなさいというふうにこう言ったらしいんですよね、うんうんうん、もうこれ普通にねこう聞いたら、まあ、あじゃあうち第三軍がメインの攻撃を担うんだねっていうふうに、うん、あの捉えるじゃないですか、うんうん、でも実際この満州軍総司令部から第三軍の司令部に降りた命令ではですね、うんうん、いや第三軍はやっぱサブとして動いてくださいっていうふうに、うんうん、なんかそういう命令が下ったみたいでこれによってその第三軍がなんか、ね、パフォーマンスあんま出せなかったっていう説もありますよね。なるほど、うん、でですね、まあ、ロシア軍はですね、まあ、逃げてはいるんですけれども、うん、その総兵力の4分の3が温存した状態で北方の方に撤退していっています、うんうん、ロシア軍は北に向かえば向かうほどですね満州の本国に近くなりますよね、うんうん、まあ、てかだいぶもう近くにいますよね、はいはい、なんで武器の補充とか兵員の補充も簡単になっていきま す, ですよ、ね、一方で日本はその北に追えば追うほど次第に補給線が伸びて、うん、まあ、どん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 その難しくなっていきますよね、うん、戦争するのが、はい、しかもロシア軍っていうのは本国にまでかなりの陸軍予備兵力を残しているんですが、うんうん、日本軍はもうすでに全く残ってないんです。あら、もう全然残ってないんです。あら、はい、やばいじゃないですか。残機がない、うん、やばいじゃないですか。そうなんですよ、うん、あと指揮官にあたるその将校クラスの人たちっていうのもだいぶ、うん、あの死んでいってしまってるわけですね、うん、だから指揮官がいないから部隊の戦闘能力とかもかなり低下しているという状態で、うんうん、まあ、部隊の質がどんどん落ちるということが起こっていて、うん、これ以上戦争するみたいなことがかなり難しくなってきてるんですね。うん、砲弾もない、
指揮官もいない、補給線も伸びているみたいな、相手はどんどんこれから先強くなる要素の方があるみたいな感じで、結構しんどいっていう状態になっていきます。おろろろ、うん、であともう一つはですね、この方天海戦でもう凄惨な戦いを繰り広げたんですけれども、あのここってほら中国で戦ってるじゃないですか、はいはい、中国人もいっぱい死んでるんですよね。ちゅうか普通にそうっすね、うん、人の国で戦ってる、普通にそうや、なんかロシアと日本のことしか考えてなかったけど、うん、今そうなんですよ。で多数のその中国人の人が殺された、うん、だから完全にその民家とかを完全無視して普通に戦争してるんで、いやー村全体が破壊されたりとかね、シャレならんな、うん、その子供とか農民のもうその不発弾が後で爆発して死ぬとかですね、まあその家が燃えるとか、うん、砲弾が当たるとか、うん、その多数のね犠牲が実は中国のあの民家にも出ているっていうことがまあ起こってるってことも忘れてはいけない一つの現象ですよね。そうやな、なんか高いところからバンバン砲弾撃ってる時も中国の土地、うんもね、そうです、そうや、うん、なるほど、はい。で、ロシア軍はですね実際に秋までに50万の大軍をハルピン付近に集結させて、うん、日本軍を粉砕するっていうのを狙ってるわけですこの時、うんうん、だからやべえっていう状態になってきてますよね、うん、やばいですね50万はもう、ね、これ以上戦えないのに向こうはどんどん強くなっていくっていう状態になっています、うん。まあ、ここで日本のまあ政府としてはですね、うん、戦争が1904年にの2月に始まって、でこの時っていうのはもう翌年の1905年の春ぐらいなんですけど、うん、その春ぐらいの時に秋までに50万の大軍を集結させて攻めてくるぞって話をしてるから、うん、春の時点で閣議決定をして講和しようと、うん、そろそろ戦争を終結させようっていう話になってくるわけですね、うん、一回締めないと、ね、そうやばい、これ以上戦争したらやばいってなってるわけです、うん、日本が要求する絶対条件、うん、極東平和における最大加減としての韓国を全部、まあ、我が自由処分に委ねることをロシアに約束させる、まあ、つまりですね、うん、まあ、韓国はその大韓帝国は全て自分たちに支配下に置かせてくれと。なるほど、はい、うん、満州からロシア軍も日本軍も引き上げる、うんうん、リャオトン半島の租借権と、うん、東進鉄道っていうのは東にあの秦ですね、中国の秦の鉄道ですね、うん、これはだからシベリア鉄道の支線ですよね、うん、なんで、満州あたりにあるこれらの鉄道を日本に渡せという話を要求しようとします、うん、なるほど。あとはその、まあ、できればマジでこれもやりたいっていうのが戦費の賠償、うん、まあ、賠償金ですよね、うん、あとは中立港にあの港ですね、逃げ込んだロシア艦船を引き渡してくれと、うん、あとはサハリンですね、北海道の北にあるサハリンおよび、まあ、カラフトだよね、うん、および付近諸島の割譲として、うん、沿海沿岸の漁業権っていうのを、まあ、睨んで要求していきます、うん、まあ、このような形で、講和っていうところを目指していくっていう方針になるんですけれども、はい、まあ、すぐには講和にならずにですね、あら、バルチック艦隊がついに日本海のところに攻めてきます。やば、中ボス？ラスボス？まあラスボスです。ラスボス来る。このバルチック艦隊にもし日本艦隊が負けたら、はい、やっぱり日露戦争負けになるわけだよね。うん、その陸軍が孤立するじゃん、完全に、はい、補給なしで。はい、ほっとったらあとはロシア軍はさ、どん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 補給されてどんどん兵力増強してどんどん物資増強できるから、うん、で日本は全然物資増強できなくて弾薬ゼロっていう状態だから、はい、もしバルチック艦隊が来てその日本の連合艦隊が負けてしまえば、はい、ここまで頑張ったんだけど負けるんすよ、はい、っていう状態になってます。やばいやばい。で最後日本海海戦で東郷平八郎が戦います。まあ、全員が戦うんですけど、東郷平八郎のもと全員で戦うっていうのが日本海海戦です。どうなるんや。何が起こってるかっていうと、ロシアは一つでも勝てば勝ちだったんですよ。日本は一つでも負けたら負けだったんですよ。やばいっすね。はい、全勝しないと負けっていうのを格上相手にさせられてるんです。日本はロシアはどれか一つの戦闘でも勝ってたら本当は勝ちだったんです、うんうん、こういう戦争を日露戦争でやってるっていう状態で、めっちゃみんなで頑張ってるっていう状態なんですよ、ね、ギリギリやな。めちゃくちゃギリギリだよ本当、うん、
で次回日本海海戦でこれでやっと戦争が決着がつくって感じ。いやーちょっとどうなるんや。やっとここまで来た俺たちも戦ってるんですよ、はい、やっと日本海海戦まで来た、うん、リスナーの皆さんもそう思ってるでしょ、ね、戦ってますね一気に聞いてる人とかすげえ思ってるでしょ一気に聞いてる人も戦ってるんですよね、うん、いやちょっとマジで結末を知らないので。いやでも長いよね、戦いがめちゃくちゃたくさんあったよね、うん、ね、旅順要塞もあったし、うん、航海海戦もあったし、旅順艦隊もなんとか潰したし、そうね、ね、203、ね、釈迦海戦とか法天海戦とかでも北方での海戦もたくさんあったし、あでもこれ最後の最後の日本海海戦、うん、ここまで勝ち続けて、はい、これで負けたら全て終わりみたいなやつが最後にあるんですよ、うん、これやばくないですか。やべえやべえ艦隊が今どういうメンタルでこの戦いに挑むの東郷平八郎はって思うよ俺、うんうん、やばいっすよ、うん、なるほど、うん、これが次回なんでちょっとじゃあはいはい次回やりましょう。わかりました、はい、ありがとうございました。